おはようございます。ショッピーです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。はい、ということでめちゃくちゃ髪の毛が伸びましたけども、はい、動画をお休みしてしまってすいませんでした。今日はね、ちょっとやっと再開できそうなので動画を再開していきたいと思います。最近お気に入りの無添加プロテインです。ああ、美味しいです。いや、本当に日光浴しないともう気持ちが見入っちゃうというか、上がらないですね、テンションが。となので、今日は、まあ、いい天気なので、ちょっと太陽の光を浴びるためのお散歩とかもしたいんですけども、ちょっと25日から始まるショッピーの仕事カフェの準備を今日ちょっとバタバタすると思うので、はい、それをまずやりたいと思います。ダメだ、なんか久しぶりに話したから全然なんか出てこないですね、言葉が。よいしょ。この椅子にもう2週間くらいずっと座っているので本当にもう定位置になりましたけども、でもその代わりやっぱ運動不足になっちゃったので、ちょっとお腹がポッコリ出てきましたね。そう、皆さんどうでしょう、外出を自粛していて運動不足ですとか、もしくはこうやって運動しましたみたいな方は教えてください。まあでもそろそろ自粛が、まあ、終わるというか解除されると思うので、そう、そしたら皆さんちょっとまあ筋肉なまってると思いますけども、またガンガン運動していきましょう。もう気づいたら夕方の18時39分ということで、もう本当に1日が経つの早いんですよ。もうこうやってメインチャンネルを撮影するのをもうすっかり忘れて、あ、もう夕方になっちゃったみたいな、そういう感じになったので、そうね。はい、じゃあパソコンスリープしまして、今日はあれなんですよ、おうち時間を楽しむために、彼女と2人で相談をして、ある道具を追加しました。なんかメルカリで不要品を売って、その売上金が結構たまってきたので、それで今回買ったみたいな。ブルーノさんから出ているホットプレートですね。はい、こちらです。なんでホットプレートを買ったのかっていうとですね、まあこの1ヶ月2ヶ月ほとんどこう家にいたんですよ。でその時に、まあ、おうち時間を楽しむ工夫っていうのをいろいろしてたんですけど、なんか食事で刺激を楽しもうみたいな、その食事でいろいろ変化をつけていこうっていうことで、そこでこうホットプレート挟みながら料理できたらもっと楽しいんじゃないかっていう話をしてですね、で他のこう食器類とか処分というか手放してスペースが空いたので、じゃあその中でじゃあホットプレート、空いたスペースにホットプレートを入れてみようっていうことで買いました。うわー、綺麗。ブルーノさんっていうところから出ているオーバルホットプレートっていうやつです。2人組、サイズは確か L ですね。なんか大きさがちっちゃいやつと大きいやつあったんですけど、まあ、僕たちはこう同棲している2人で食べるので、大体こう、まあ、大きいやつでいいかなというところで L を買いました。 L の丸型ですね。お鍋をやるときはこういうプレートで、たこ焼きを作りたいってなった場合はこういうのをかぶせて、こういうのをかぶせて、たこ焼きとちょっとした鍋っていうんですかね、なんでしょう、あとは焼肉もできるというところで、1台3役プレートということでこちらゲットしました。はい、ということでですね、早速、おうち時間を楽しむための焼肉をやりたいと思います。いやー、すごい、彼女が切ってくれました。おー、すごい。はい、お肉もバッチリです。じゃあスイッチをオンにして4分ぐらいが経ちましたので、このごま油をかけていきましょう。ほい、あ、ちょっと入れすぎたかな。なんでごま油なのっていうちょっと疑問が飛んでくると思うんですけど、牛脂忘れちゃったんですよ。そうそう、肝心なもの忘れちゃったっていうので、まあ、まあまあごま油で代用です。うわー、すごい楽しい。このプレートがあるのに楽しいですね。
豚だね。じゃあいただきます。うーん、うん、おいしい。家に、なんだろう、家から出なくてもいいというか、家の中が楽しいから外出なくてもいいやみたいな感じにもなったりするんですよね。そう、皆さんはどうでしょうか。この動画見てくれてる人でなんかおうち時間こんな感じでブラッシュアップしましたとか、そんなアイディアとかこれやりましたみたいなのがあったらコメント欄で教えてください。じゃあ片付けましょうか。なんでしょう、自慢とか忙しいアピールっていうつもりは全然ないんですけども、ようやくですね、この5月25日にスタートしてしまえばショッピングのお仕事カフェがスタートするんで、まあそうなったらね、やっとこっちのメインチャンネルの方も落ち着いて、ゆっくりできるかなというふうに思いますんで、そう、なので、そう、お待たせしましたみたいな感じですね。まあ、待ってる人がどれぐらいいるのかっていうのは、ちょっとわからないですけども、3年ぐらい続けてきて、初めて、これだけ、こう、長期のお休みをいただいたっていう感じなんですね。そう、で、その間に、いろいろとこう、考えてたりとか、こう、自分を見つめ直す方ができたので、その皆さんにも、これやったらすごい、こう、心が身軽になりますよとか、そういったのも、ちょっと後でシェアできたらな、なんていうふうに思うんですね。あ、大丈夫ですかね。はい、入力がちょっといい音に、はい、切り替えますので、これで OK かなと。はい、いうことで。はい、ということで勉強会は以上となります。今回もご参加いただきありがとうございました。それでは、おやすみなさい。はい、ということで終わりました。はい、そう、もうこれであっという間に、ね、あれですからね。もう言葉が出なくなっちゃいましたけどね。はい、ということで、じゃあ、スッキリお風呂。入っていきましょう。でも本当にこういう日々の繰り返しなんですよね。ルーティーンがもう固まってきてるっていう感じですけども。いやー、それにしても本当にもうあっという間に5月が終わっちゃいますよね。あー気持ちいい。もうあっという間に5月が終わって、ね、もう6月、2020年もう半分が過ぎようとしてますけども。皆さんいかがお過ごしでしょうか。もろ緊急事態宣言が出た中で、僕は誕生日を迎えましたんで、そう、結構ショックだったんですけど。そう、まあでも、それがあったとしても、でもやっぱり、家にいる機会が多かったので、そのスキルアップの時間に使ったりとか、自分を見つめ直す時間に使えたりとか、なんか、そういった意味で、まあ、有意義っちゃ有意義だった気がします。はい、ということで、まあ、自分語りはいいんですけども、まあ、この動画を見てくれてる人が、実際にこの2週間とか、まあ、その5月ですよね、自粛期間中にどういうふうに過ごしたのかっていうのを、ちょっとコメント欄で教えてください。そう、僕は本当に、他の人たちとの、そのコミュニケーションというか、なんかその他の人たちが何やってるのかっていう、そういう接点があんまなかったので、そう、本当になんか孤立してた状況なんですね。なので、皆さんがどういうふうに、この自粛期間を過ごしていたのか、なんか、こういう実りがありましたとか、あとはひたすら、あつ森やってましたとか、いろいろあると思うんで、まあ、そういうの教えてくれたら嬉しいです。ちょっとは落ち着くと思うんですね。なので、このメインチャンネルの方も徐々に再開をしていこうと思います。まあ、今日から再スタートって感じですね。でもやっぱりこうやって動画アップしてると楽しいですね。なんか撮影してて楽しいです。うん、ミニマリズムはもちろんこれからも、まあ、僕の今のライフスタイルの一つでもありますんで、それをどんどんシェアしていきます。ただそのなんかミニマリストがいいよっていうよりかは、みんなこう好きなことだったりやりたいことだったりにフォーカスするために、他、関係ないものはどんどん手放していきましょうみたいな、そういった感じの、なんでしょう、そういった部分で、どんどんシェアをしていきたいと思ってます。で、あとは、このチャンネルではやっぱりその、まあ、僕のチャンネルなんで、そう、僕自身がこう楽しんでるところだったり、僕のライフスタイルだったりっていうのを見せていく。で、なんか一つでも多く、その動画からヒントを得てもらったりとかして、この動画を見てくれた人がちょっとでも軽くなってくれたら、僕は本当に嬉しいです。あと最後ですね、なんかちょっと気づいた方もいると思うんですけども、その僕のチャンネル名をちょっとだけ変えました。ブラッシュアップをしました。そう、今まではショッピンひらがなスラッシュショッピンだったんですけども、なんかもうちょっとなんかここブラッシュアップしたいなっていうのをちょっと漠然と思ってたんです。で、まあ2週間ぐらいこう動画をお休みしていたので、まあその再開するとともに、まあちょっとそのまた新しい気持ちでやっていこうっていう決意で、チャンネル名をちょっとだけ変えました。はたから見たら、何それみたいな感じだと思うんですけども、まあ僕なりの意味があって、この 5G 音符ショッピングっていうのをつけました。はい。
こんな感じですね。ちょっと僕がこの2週間考えてきたことと、あとちょっと最近やってきたこと、あと最近のルーティンみたいなお見せしながら、じゃあ今回の動画は以上とさせていただきます。また引き続き、基本的にはその僕のライフスタイルを見せていくっていう感じで、皆さんにも身軽なライフスタイルを送ってもらえるように、ちょっといろいろ考えて配信シェアしていきますので、ぜひこれからも楽しみにしてくれたら嬉しいです。今回もですね、動画をご覧いただきありがとうございました。